確かめないと。やっぱりだ。ちょっと触っただけでこんな雷でも打たれたみたいに。何をしているんだ。目が覚めたか。何なんだこれは。彼女が一体。黙っとろ。本人の意思に関係なく触れた者に激痛を与えるか。毒や精霊術とも違う。これが鋭の兵がお前を追う理由か。数日前、急にビエゾの周囲が慌ただしくなった。探ってみたところ、繰り返し茨という言葉に出くわした。そこに触れることのできないお前だ。あんたのことが何一つ分かってないわけじゃないんだぜ。シオン・アイメリス。今の名前、じゃあ彼女は？なんだ気づいてなかったのか。そうだよ、この女は名字を持っている。つまりレナってことさ。敵だよ。だけど彼女はレナの兵隊に追われてて、だから俺は。そこが俺たちも知りたいところさ。まあ来てるものを別とすりゃ、ダナとレナの見てくれの違いなんざ目が光るかどうかくらいだしな。だろ光るね。精霊術も使えない石付きが偉そうに。俺たちは石付きじゃない。見ろ、お前らに埋め込まれた石はどこにある。あるものか。お前らと戦うと決めた時、俺たちは自らえぐり取ったんだ。この傷跡にかけて俺たちは必ずお前らレナを。レアーズ。確かに俺たちダナは精霊術を使えないが、お前のその茨もここから逃げる役には立ちそうにないな。周りを痛がらせるだけとは全く大した能力だぜ。違う、こんな呪いが私の能力のものか。呪い。まあいい、いずれにせよお前にビエゾが執着する何かがある。それを確かめるまでは。敵襲だ。ここも嗅ぎつけられた。手はず通り脱出だ。急げ。
彼女も撃ち捨て、抵抗するようなら長い防火槍を使え。分かった。おい鉄亀、悪いが自力でうまいこと逃げろ。あんたはどうするんだ。客を出迎える。無駄死にするなよ。ほら早く。妙な真似はするなよ。